えて調査中、さらに卵とスライストマトについても同じく賞味期限切れを使ったという証言があり、これらもこれから調査するということです。はい、さて、一般的にですね、いわゆるコスパ食品偽装に関する主な法律は3つあるんですね。で、食品衛生法、ジャス法、そして景品表示法なんですが、これそれぞれ別に保管されているんですね。で、食品衛生法というのは食中毒など飲食による衛生上の被害の発生の防止、そしてジャス法は商品選択などの情報の提供、そして景品表示法というのは競技巨大な表示を禁止するための、法律ということで、それぞれ趣旨ですとか性格が異なっていまして、禁止されている内容もこれまた別々なんですね。で、今回のマクドナルドの場合も法律違反にどこにこう当たるんだろうかという